リチャード・ブラントン歌手の先東大、ブラントンの日本での初設計、リチャード・ヘンリー・ブラントンは、イギリスのスコットランド出身の土木技術者で、明治政府に東大建設主任技術者として雇われ、明治初期の東大建設を指揮した。勤務していた7年6ヶ月の間に、灯台26、明かり座を5、東選2などを設計した。 日本の東大の父と称えられている。1841年12月、英国沿岸警備隊の子として、スコットランドのアバディーンシャー州、キンカーデン郡に誕生。鉄道会社の技術助手として、鉄道工事に関わっていたところ、英国商務省とスティーブンソン事務所を介した、日本政府の東大建設技術者募集に応募し、1868年2月24日に、 岐阜長に採用された。後日行われた、岐阜補選考では、マクベインとブランデルが採用され、出発にあたり3ヶ月間にわたり、東大建設関連技術の研修を受けた。1868年8月、蔡氏及び岐阜補二人を伴って来日した。当時26歳、エジンバラのスティーブンソン事務所の支援を受けながら、1876年までの8年間の、 日本滞在中に和歌山県串本町の下市のザキ灯台を皮切りに26の灯台、5カ所の明かり座を2層の当選などを建設し、日本における灯台体系の基礎を築き上げた。また、灯台技術者を育成するためのおさむ技校を設け、後継教育にも心血を注いだ。ブラントンと横浜灯台以外でも、ブラントンは、 多くの功績を早々期の近代日本にもたらしている。日本初の電信仮設のほか、幕府が設計した横浜居留地の日本大通などに西洋式の舗装技術を導入し街路を整備した。また、日本最初の鉄道建設についての意見書を提出し、ローエンホルストムルデルラと共に、大阪港や新潟港の執行計画に関しても意見書を出している。ほか、 横浜公園の設計も委任された。ブラントンは1876年3月、明治政府から任を解かれ帰国した。英国で彼は、論文、日本の東大を英国土木学会に発表、賞賛を受けた。その後、建設業を営んだ。晩年、仕事の合間に書きためた原稿、ある国家の目覚め、日本の国際社会加入についての助実とその、 国民性についての個人的体験記をまとめ終えると、ほどなく、世を去った。1901年59歳坊津。地名はいずれも2005年現在のもの。北から南の順。中期がない限り、建物は現存する。初転倒日は、新歴で表示した。ありがとうございます。